女なんてつまんないよ。セックスなんて手順の決まった面倒な運動です。あなた、うちのクラブで働いてみる気ある？体を売るんですか？こうして僕は娼婦になった。欲望の種類は無限にあるわ。人を待つのってすごくじれったいでしょ？そのじれったいのが好き。あれが生まれて初めてのエクスタシーだった。もうダメ、ここでして。うちの人を私が乱暴にされるのを見ると喜ぶようなんです。よくなるも挨拶したいな。ヨウさん、ねえよ、それか最高か。今、終わりました。自分の体をおばさんたちに売ってるんでしょ。りょうくん汚いよ。別にできることがあるぞ。あなたの話をしてちょうだい。欲望の秘密はその人の傷ついているところ。